母なる夜は、アメリカの作家カート・ボネガットによる1961年の長編小説。第二次世界大戦時、ナチスの広報員として戦争に加担しながら、同時にアメリカのスパイとして活動していた男キャンベルが語り手。前提が何度もひっくり返される、複雑な展開であり、キーパーソンであるフランク・ワータネンが、キャンベルの妄想の産物であるという可能性もしさ。 されている、信頼できない語り手による叙述が特徴である。映画化され、1996年に公開された。1912年にアメリカで生まれたハワード・ w キャンベル・ジュニアは、11歳の時に親についてドイツに移り、劇作家となる。1938年、妻のヘルガ・のとと結婚したキャンベルは、フランク・ワータネンという人物に、アメリカの特務機関員に、 スカウトされる。戦争が始まり、キャンベルはナチスの国際放送員として働きながら指示の通りスパイとして暗号を放送に混ぜ込む。終戦後、キャンベルは犯罪者としては裁かれずにアメリカ当局の援助でニューヨークの小さなアパートに身を隠し生活するようになる。戦時中に亡くなった妻を悲しみながら、 モルヒネを常用する孤独な生活を十数年続けた。あと、キャンベルは、アパートの隣人、ジョージ・クラフトという絵描きの老人と出会い、共にジェスをする友人となる。そんなある日、白人至上主義団体の指導者である、ライオネル・ジョーンズという老司会が、亡き妻ヘルガそっくりの女性を連れて、彼の元を訪ねる。彼女は、ヘルガの妹、レシのトだった。 イスラエル政府がキャンベルを逮捕しようとしていることが明らかになり、キャンベルたちはジョーンズの隠れ家に移る。弟子はキャンベルとクラフトと3人でメキシコシティに旅立とうと語る。しかしその寸前で再会したワタネ年から弟子とクラフトはソ連のスパイであり、キャンベルをモスクワに連行しようとしていると聞かされる。そしてキャンベルたちのもとに連邦捜査官が乗り込み、 全員が逮捕され、弟子は自殺する。すぐに釈放されたキャンベルは、自分のアパートに戻り、そして自らの意志で、イスラエルに投獄されることを選ぶ。獄中でキャンベルは、ワータネンから、自分の本名は、ハロルド・ジェース・パローであり、自分は実在しており、キャンベルを特務機関員に任命したと証言すると語る手紙を、受け取るが、キャンベルはすでに公主刑に処されることを望んでいる。 ありがとうございます。